皆さんが住んでいる町、船橋の人口は2017年4月に63万人を超え、千葉県で2番目に人口が多い町になりました。2017年に発表された首都圏の買って住みたい町ランキングでは、なんと船橋が1位に選ばれました。船橋は今すごく注目されていて、魅力にあふれた町なんです。1937年4月1日に2つの町と3つの村が一緒になって船橋市ができました。その時、本町通りでは船橋市誕生を祝う人たちによって大きなパレードが行われました。その後、1953年に二宮町、1954年に豊富村が一緒になり、東京湾が埋め立てられて今の船橋になりました。僕は中学2年生の船橋はじめです。私は小学校3年生の船橋ゆいです。お兄ちゃん、船橋に住んでる人たちって船橋のことをどう思ってるの？このアンケートを見ると 80% 以上の人たちが住み心地がいいと言ってるね。その理由は何だろう？理由はたくさんありますが、その一つとしては通勤や通学、買い物に便利な街だから住み心地が良いという声が聞こえてきます。市内には全部で35の駅があり、 JR と私鉄を合わせて9つの路線が走っています。これは全国でも数少ない良好な交通網なんですよ。例えば東京駅まではたった25分で行けますし、羽田空港や成田空港に行くにもとても便利です。ちなみに千葉県内で最も乗車人数が多い駅は、1位が船橋駅で、2位が西船橋駅です。本当に多くの人たちが利用しているんですね。また京葉道路や東関東自動車道などの道路も発達しています。こうした恵まれた交通網のおかげで、通勤や通学、買い物に便利な街として多くの人たちが住み心地が良いと感じているのです。きっと他にも住み心地の良い理由があるはずです。皆さんも考えてみましょう。ここはすごく賑やかだね。船橋は何の産業が盛んなんだろう？船橋には活気ある商店街がたくさんあり、昔からたくさんの人たちと生活を支えています。また船橋市の外からもたくさんの人が集まる大型ショッピングセンターや飲食店が数多くあります。そんな東京に近い船橋の町ですが、農業や漁業も盛んに行われているんです。このキャラクターの登場で全国的に有名になった果物は皆さんも好きですか？この畑は何の畑かわかるかな？し、そう、船橋の名産、梨梨だ、梨汁、プシャー。千葉県は梨の生産量が全国一。その中でも船橋の梨はとても甘くて、千葉県の梨コンクールで優勝するなど美味しいと人気があります。梨以外にも西船橋周辺では小松菜がたくさん作られています。その他に甘くて柔らかい船橋人参や枝豆、ほうれん草などが有名で東京などに送られています。このように東京に近い船橋でも農業が盛んに行われています。さて、ここは船橋漁港です。東京湾で獲れるスズキやホンビノス貝の量は日本一です。また海苔の養殖も盛んで、昔の海苔干しの様子は冬の風景としてとても有名でした。今でも船橋の海苔は味も香りも大変良いととても人気があります。こちらは船橋の海側、高
瀬町にある京葉食品コンビナートです。日本一の食品コンビナートと言われ、ビール工場やチョコレート工場、お惣菜工場など日本を代表する32の食品会社が集まっています。ここから様々な食品が全国に送られているんですよ。このように船橋ではたくさんのものが作られ売られています。皆さんも船橋で作られたものを探してみましょう。わー、綺麗。船橋にはこんな綺麗な自然があるんだ。そうだね、船橋の自然について詳しく調べてみよう。ここは三番瀬という東京湾に残された貴重な干潟です。小さな魚やカニ、水鳥など多くの生き物が暮らしている自然豊かな場所です。そんな三番瀬には自然とともに楽しめる場所がいっぱい。春には都心から一番近い潮干狩り場としてたくさんの人が訪れるほか、公園内にはみんなでワイワイ過ごせるバーベキューエリアもあります。また三番瀬は関東の富士見百景に選ばれている場所で、天気の良い冬には富士山がくっきりと見えるんですよ。そして楽しみながら自然体験ができ、環境について学ぶことのできる場所、船橋三番瀬環境学習館もオープンしました。さて、こちらは緑豊かな船橋アンデルセン公園。童話作家アンデルセンの世界をイメージした公園で、アンデルセンが生まれたデンマークのオーデンセ市と船橋市が姉妹都市になったことがきっかけで作られました。常に100種類もの花がきれいに咲いている広い園内は、アスレチックで遊んだり、動物と触れ合ったり、美術館で作品を作ったりできるとっても楽しい公園です。そんなアンデルセン公園は船橋市民だけではなく、日本中、そして海外からも大勢の人が訪れていて、2015年度には日本の人気テーマパーク第3位に輝いたんです。この他にも海老川ジョギングロードをはじめとした桜の名所や、のんびりと過ごせる公園がたくさんあります。都市でありながらも自然がたくさん残っている船橋、これも住み心地の良い理由かもしれませんね。皆さんも学校の近くはもちろん、行ったことがない市内の自然に触れ合ってみましょう。昔の船橋ってどんなだったの？これまでは船橋の今の魅力を見てきたけど、昔はどんな様子だったのかな？ねえ、この写真は何なの？これは塩田といって、海水から塩を取るために海岸に作られたものです。かつて塩田だった海に近い場所は、1950年頃からの大規模な埋め立て工事により大きく変わりました。その後、埋め立て地には船橋ヘルスセンターという大きな施設ができました。プール、温泉施設、観覧車などがあり、映画のロケ地にもなるなど、全国から大勢の人が集まる人気の場所でした。さて、ここには今何があると思いますか？皆さんもよく知っている日本最大規模の大型ショッピングセンター、ララポート東京ベイなどがあります。へえ、知らなかった。他にはどんなところが変わったのかな？海に近い場所だけでなく、海から離れた場所も大きく変わりました。こちらは習志野台団地です。昔はどんなところだったのでしょうか？ここには昔軍隊が置かれていて、戦後畑などが作られ、その後に団地ができました。ちなみに習志野という名前は明治天皇がつけたものです。
また太平洋戦争の始まりを伝える無線を送った海軍無線電信所があったところが今の行田団地です。1955年頃から東京を中心に人口が増え、働く人々の住む家が必要になりました。特に東京に近い船橋は畑や田んぼなどを開発して団地が建てられました。最初に当時千葉県で2番目に大きい前原団地ができて、たくさんの人が引っ越してきました。このあと高根台団地、習志野台団地が新京成沿線に建てられました。さらに夏見台団地、若松団地、金杉台団地、行田団地、芝山団地に人々が入り始めました。そして千葉ニュータウンの先頭を切って小室団地にも人々が移ってきました。団地ができることによって船橋の人口は毎年およそ2万人ずつ増加し、景色が大きく変わりました。そして人々の新しいつながりができていきました。船橋は随分変わってきたんだね。そうだね。でも変わらないものもあるんだよ。何か知ってるかい？船橋は大きな都市として発展を続ける一方、市内には古くから受け継がれたものが数多く残されています。ここは船橋大神宮です。正式名は大肥神社といい、今からおよそ1200年前の本の中に名前が載っている歴史ある神社です。船橋大神宮の境内には夜の航海の安全を守るために明治時代に使われていた灯明台があります。また神楽といわれる神様に捧げる歌や踊りは、正月、節分祭、10月の例大祭と12月の酉の市の年4回、神楽殿にて演じられます。こちらは船橋大神宮と同じく歴史ある二宮神社です。二宮神社では干支の牛年と羊年に下宇佐美山の七年祭りという祭りが行われます。550年以上の歴史と伝統あるお祭りで、千葉県の無形民俗文化財にも指定されています。この祭りでは船橋、習志野、八千代、千葉にある9つの神社の神輿が二宮神社に集まります。この他にも船橋には馬鹿面踊りなど古くから受け継がれたものが数多く残されています。皆さんも自分の学校の近くにどんな歴史があるか調べてみましょう。昔の学校のことも知りたいな。そうだね、船橋の学校のことも知りたいね。なんか古い写真、いつのかな。これは1946年、戦争が終わった頃の小学校の写真です。このあと船橋市では人口が増えて、新しい学校が次々と作られました。その時たくさんの保護者や地域の人たちが校庭や通学路の整備などを行い、子どもたちの学ぶための環境を良くしていきました。現在もスクールガードなど地域の人々が協力して学校の活動を支えています。また船橋市内の学校ではそれぞれの学校で給食を作っていて、毎月の給食の献立に船橋の旬の食材を食べて知る日があります。へえ、昔も今もいろんな人のおかげで学校が楽しいんだね。ゆいはどんな時が楽しいの？英語の時間。船橋市では小学校1年生から英語を学んでいて、国際交流にも積極的です。僕はパソコンを使った授業が好きだな。船橋市ではタブレットを使ったり電子黒板などを使った学習もしています。さらに社会科作品展や算数数学チャレンジ船橋という船橋ならではのイベントもあり、
いろいろなことにチャレンジできます。皆さんの学校のことで自慢したいこと、紹介したいことを考えてみましょう。学校っていろんなことができるところなのね。そうだね、ゆい。学校以外でもいろいろな活動ができるところを知ってるかい？ JR 西船橋駅の近くに西図書館があります。現在の西図書館は2016年にリニューアルオープンしたものですが、もともとは戦後間もなく千葉県で一番早く市役所の中で私立図書館として始まりました。市の予算が少なく食べるものも足りない中、将来の船橋のためにおよそ800冊の本と20種類の雑誌、4種類の新聞を揃えました。現在船橋市には4つの私立図書館があり、公民館を含めて全体で150万冊を超える本があります。本を読んだり調べたりするだけでなく、様々な展示やイベントも行われています。また1949年から公民館が次々と作られ、現在では26あります。公民館は地域で行う学習や文化活動、スポーツやレクリエーション活動などを盛んに行っています。一方、1965年に作られた運動公園があり、2017年7月にはプールがリニューアルオープンしました。また船橋アリーナを本拠地とする千葉県初のプロバスケットボールチーム千葉ジェッツ船橋や、船橋を中心に活動しているラグビーチームの久保田スピアーズは、小中学生向けのスポーツ教室を開いて市民との交流を深めています。船橋には学校の他にも勉強やスポーツができるところがたくさんありますね。まだ行ったことがない船橋のいろいろな施設にも行ってみましょう。お兄ちゃん、船橋にはいいところがもっとありそう。そうだね、もっと魅力がありそうだね。これからの船橋はどうなるのかな。それは船橋で暮らすみんなで一緒に考えていけるといいね。なんだかワクワクしちゃう。こちらは船橋市役所です。2014年から始まった子ども未来会議室で中学2年生が意見を述べています。ここで出た意見は実際に船橋のまちづくりに生かされます。皆さんはどんな夢がありますか？そしてどんな船橋にしたいですか？私が思う船橋のいいところは野菜や果物がいっぱい取れるからです。特に小松菜や梨が有名です。私は小さい時からガンデルセン公園に行ってますが、何度行っても楽しいです。船橋といえば大人気キャラクターのふなっしーもいます。私は大きくなったら船橋の病院で助産師さんになりたいです。理由は弟が生まれた時に立ち会った時に楽しそうだったからです。船橋の魅力はショッピングモールなどの便利な施設があり、交通の面でもたくさんの方面へ行くことができ、とても住みやすい街だというところです。そして便利なものを取り入れつつも自然を大切にし、農業や漁業などを発展させているところも魅力の一つです。毎年僕は三番瀬で楽しく潮干狩りをしています。そんな楽しい思い出を作ってくれるのも船橋のおかげだと思います。僕はそんな船橋が大好きです。20年後の船橋をもっと自然を増やし安心して暮らせる街にしたいです。これまで多くの人たちが力を合わせて船橋を発展させてきました。活気に満ち自然豊かな船橋、10年後、20年後の未来、その時の船橋を支える主役は皆さん一人一人です。